アニメキャラの場合は髪のボリュームが多くて、肌に影を置いていけばいかに立体的に見せるか、もうリアル立体化しちゃいますからね。日本だと結構なんか尖ってる感じをなんか大事にしてるというか、まあ、描き方のコツとか一番よくあるパターン、例えば最初上を描いて後で下を描くのか、逆になんか下を描いて、いろんなスタイルがある気がするんですけど、要は本人の好みですよね。キャラデザインではなくて、そうですね、特にお作法っていうのがあるわけではなく、あ、そうですか。描いていく上で先端に向かって描いていった方が先をまとめやすいっていうのはありますよね。はいはい。アニメキャラの場合は髪のボリュームが多くて、科学的に計算すると常人の10倍は必要だという。じゃあ結局そのキャラデザインで決まっているわけではない。全然、まあ、流行り廃りっていうのはありますけどね、そういうのは。つまり同じシリーズでよく見れば なんかカットによって違うとかというわけですか。それは修正を入れきれてないからばらけて見えるわけですよ。作家がやれば全部揃うというわけですか。真面目にちゃんと仕事すればですよね。スケジュールもあって、はい、うん、そうですね。難しいのはその影のつけ方ですよね、うん、そのどこにその一本一本ちゃんと均等に影をつけるとあまり綺麗じゃないですよね。そうですね、いかに立体的に見せるかですよね。よく見るわけ。実際これを立体的にしろって言われたらどう原型したのがするんだろうな。フィギュアとかアトムもリアル立体化しちゃいますからね。 3DCG でやると綺麗じゃないですよね。そうですね、やっぱり無理があるからこういうの、うん、まあこんな感じの髪型がよくあるとしたら、まあ立体的につけるためにベタッと最後まで引いちゃうよりこうした方がこういう風にとか、なんかこっち側結構こんな感じで、あ、そう、まあここら辺は迷うところなんですけど、あ、持っていってもいいし、このまま鋭利にこっちとこっちが被るということですよね、うん、この影とこの影、これに合わせて肌に影を置いていけば立体的に見えるの でハイライト基本的にこんな簡単なの、毛づやのいい人のキューティクルですよ。選手のばっかりですよ。スタイルになってるんじゃないかな。そうですね、まあアイコンと思ってもらえれば。他に細かいところにはハイライト、コーナー、ああハイライト、ね、あ、そうか、これですね。あとはねコーナーとかこれハイライトですか。タトゥーじゃないですよ。ハイライトの種類によってなんか全然印象が違ってきますね。柔らかい感じになりますよね、うん、丸とかだと。荒木信吾ご存知ですか。どんな作品。セントセイヤのキャラデザインとか。ああ、荒木さん、はい、なんか髪の毛のなんか流れが決まってて、ずっとそれをループで、その場でなびいて、劇的なストーリーとかだったら激しくわっさわっさ揺らしてもいいんでしょうけど、最近は風に揺れる程度でしょう。ああ、こんな感じ。髪の毛のなびきは、うん、バランスをよく取る方があるんですかね。パッと見た目そんなにね、ボリュームが片方に寄ってないとか、そういうのが大体こっちの向きだとこっち側に少しボリュームを持たせた方が収まりがいい。ここら辺で髪の毛のボリュームリアルに考えると切っちゃうと、はい、あ、そうですね、寂しいからちょっと膨らみを、まあ最近はリアルな髪型とかも使ってるんで、もうありますよね。送っていただいたこういう髪型のキャラも結構いますよね。え、こんな感じいます。ええ、早急のファフなんて見たことありません。ロボットものなんですけど。あ、若干太め。そうですね、それぐらいやらないとまとまりがなくなっちゃうと思うんで。ここなんか見えるのはあまりバランス的には
うん、そうですね、見えてもいいんでしょうけど、もう角度によっては見せるのも全然構わないと思いますよ。ただ仕上げさんで塗り忘れがあっちゃったりするして、まあこんな感じですかね。角度したら若干太めが自然に見えてきます、うん、まあ安定するでしょうから、その方がいろいろありがとうございます、ありがとうございました。おまけとして、もともとアニメーターになろうと思いましたきっかけは何だったんですか。30年以上前に走行機でボトムズというロボットアニメをやってましたね。この仕事やってみたいなと思ったんですよ。どうやって始めました、絵描き。落書きはね、ノートとか、子供の頃から結構周りでもね、漫画のキャラクター模写したりとかやってましたからね。そんな延長です。大変だった仕事とか、面白かった仕事ってありますか。うん、面白くて辛かった仕事は、勇者王顔ガイガーという勇者王ロボットものがありましてね、95年ぐらいはぜひ見ていただきたいですね。確認します。合体ロボットの王道ですよ。原画1枚描くたびに魚の死んだ目になってました。辛い仕事も面白ければ乗り切れます。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。